皆様こんにちは。こちらは滋賀県高島市 JR 湖西線近江馬瀬駅です。バス乗り場のある駅西側におります。本日は近江馬瀬駅と福井県の小浜駅を結んでいる蛇行線のバスに乗車します。蛇行線は西日本 JR バスが運行する路線バスです。滋賀県から県境を越える路線バスは数えるほどしかありませんが、蛇行線はその一つとなります。待合室の側壁には時刻表が貼ってありますが、蛇行線はおおむね1時間に1本の本数。待合室の中には自動販売機とパイプ椅子。極めて簡素な作りです。今回乗車した蛇行線のルートを確認しましょう。滋賀県北部に位置する高島市の近江馬瀬駅。近江馬瀬駅よりバスに乗車いたしまして、国道303号線より滋賀県を越えて、福井県に入ります。福井県に入ると早速鯖街道の熊川宿があります。熊川宿は後ほど紹介します。そして JR 小浜線の上中駅を経由して国道27号線を通り小浜駅まで行きます。高島、近江松と若狭方面小浜駅を結ぶ最短の公共交通のルートとなります。 JR を利用するとなると敦賀経由でぐるっと回ることになるので、かなりの時間を要することになります。帰りは JR で近江馬瀬へと戻ってきたので、蛇行線の優位性については後ほど話します。近江馬瀬駅に西日本 JR バスの車両が到着いたしました。青の車体、蛇行線小浜駅行きです。近江馬瀬駅を出発です。乗客は10人弱。一部の乗客は上広部のバス停で降りられたものの、ほとんどの乗客は県境を越えて福井若狭方面へと向かわれていました。さてここを右折。こちらの道路は高尺鉄道の廃線跡の横を通っています。弱高高尺、弱と高が逆になっているだけで非常に似た名称ですが、蛇行線と高尺鉄道の関係は切っても切れない関係です。高尺鉄道について説明しておきます。高尺鉄道は琵琶湖の西側、浜大津近江馬瀬間を走っていた鉄道です。1969年に廃止となり、現在はご存知の通り琵琶湖の西側には湖西線が走っています。高尺鉄道はその名の通り、本来は近江と若狭を結ぶ鉄道として計画されました。近江馬瀬より先は静清市、若狭の三宅駅、現在の上中駅までの約 20km を鉄道で結ばれるはずでした。現在の蛇行線のバスルートと同じような鉄道ルートが計画されていたのです。しかしながら高尺鉄道の経営状況が芳しくなく、1936年昭和11年に今津より西、若狭方面までの鉄道敷設免許が失効しました。とはいえこの鉄道計画は完全に消え去ったわけではありません。高尺鉄道廃止後は国鉄が計画を引き継ぎましたが、結局は中止に。その後最近までは琵琶湖若狭湾快速鉄道、若狭リゾートライン構想として今津と上中を結ぶ鉄道を敷設しようという計画が福井側の自治体を中心に持ち上がりましたが、現在そうした構想は中止となっております。高尺鉄道の近江馬瀬駅があった場所はこちら、西日本 JR バスの蛇行線今津西町バス停からすぐです。現在は駐車場です。ということでバスの車窓の映像に戻します。国道161号のバイパス下を通過いたしまして、こちらは国道303号線、下広部上広部地区を過ぎると山道のようになってまいります。吹田市立自然の家黙々の里方面への分かれ道を過ぎます。吹田市立の施設が高島にあるのです。私が撮影をしている南側には陸上自衛隊今津駐屯地の演習場の敷地がずっと続いております。関係者以外は立ち入り禁止となります。トンネルもいくつか通ります。
そして国道367号線、鯖街道の九月宿方面への分かれ道をそのまま直進し、宝坂バス停でバスは止まります。時間調整です。もしくは後続車両の通過待ちです。さて先ほどは高尺鉄道など、今津と上中を結ぶ鉄道の話をしましたが、今度はこちらのバスの歴史について話します。鉄道敷設は実現しませんでしたが、バスでは割と早い段階で今津と三宅、現在の上中が結ばれるようになりました。今津町史によりますと、今津と宿場のある球磨川を結ぶ市営バスは1927年昭和2年12月には運行が始まっていたようです。また球磨川と三宅を結ぶ市営バスは1928年昭和3年7月より運行されます。これにより乗り換えは必要となりますが、今津と三宅が結ばれました。また鉄道省の省営バスは1937年昭和12年12月より今津と小浜間で運行が始まりました。前年に鉄道敷設免許が失効、高尺鉄道の近江今津三宅間の開通が厳しくなったためであります。これこそが後の国鉄バス、そして現在の JR バスの若光線ということになります。私が乗車している西日本 JR バスの若光線は歴史がある路線なのです。さて福井県若狭町に入って2つ目のバス停、道の駅若狭熊川宿のバス停で下車いたします。鯖街道の熊川宿を訪問するためです。かつて市営バスで今津と三宅が結ばれていた頃はこの地熊川で乗り換えを要しました。道の駅若狭熊川宿はこちらです。道の駅は綺麗な施設で良かったのですが、素晴らしいのは何といっても熊川宿における集落の景観です。次のバスは約1時間後ですので少し散策してきました。まず滋賀県の動画配信者として最初に紹介したいのがやはりこれ、熊川宿の番所です。主に江戸時代に使われていました。ここ熊川は若狭と近江の国境、近江から若狭に入るとき、また若狭から近江へ出る場合は必ずここを通ることになります。出入りが厳しく統制されていたのです。物資への課税も行われていました。そしてこの先は熊川宿の美しき集落が続きます。大変趣があります。さて熊川宿は小浜と京都を結ぶ鯖街道で最初の宿場です。小浜、若狭湾で採れた鯖を中心とした魚は徒歩で京都まで運ばれていました。その際経由したのが熊川、さらに活躍をしたのが熊川の馬借や背負いでした。熊川を出た後の主要ルートは我らが滋賀県九月や桂川、途中を経由して京都へと結ぶルートでした。今も熊川から桂川にかけては鯖寿司が名産となっており、お店がいくつかあります。さて熊川宿の町並みは1996年平成8年7月重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。大変素晴らしいので蛇行船に乗られる際はぜひご訪問ください。ということで約1時間後、蛇行船の道の駅若狭熊川宿バス停でバスに乗車するのですが、なんとここでビデオカメラの電池切れ、バス到着シーンを撮影できませんでした。撮影はしなかったのですがバスには乗車しました。次のバスはなんとほぼ満席でした。前方の3席ほどしか席は空いていませんでした。蛇行船は一定の需要があるということが示されたように感じました。優先座席に座るという失態を犯してしまったので、バスがバス停に止まった時に右側の席に移動しました。国道303号線の区間が終了して国道27号線に入るとすぐに上中駅に到着します。大見今津から鉄道で結ばれる予定だった場所です。バスは上中駅のロータリー、バス乗り場へと入ります。ただ時刻表を見ていると路線バスと列車の接続はあまり考えられていないように感じました。上中駅で降りる人はゼロでした。上中駅から小浜駅まではずっと JR 小浜線と並行する国道27号線を走ります。小浜線の上中と小浜の間には新平野、東小浜両駅があるのですが、
蛇行線の路線バスはこの2駅のロータリーへ立ち寄ることはありませんでした。さてその後、地元の住民と思われる乗客の乗り降りは何回かありましたが、乗客のほとんどは終点の小浜駅まで降りることはありませんでした。小浜駅近くになると建物が増えてきます。そして小浜駅に到着、バスを降ります。蛇行線大見まぜ駅から小浜駅までの所要時間は約1時間です。小浜駅周辺にはアーケード付きの商店街がありました。ただし全街式ではありません。さて小浜から今津への帰路は JR を使ってみました。小浜駅より JR 小浜線で敦賀まで行き、敦賀からは湖西線経由の新快速に乗りました。こちらの所要時間は約2時間でした。大見まず上中小浜間は蛇行線の方が短い時間で結んでいます。また運賃についてみると、蛇行線経由の大見まず小浜間は1350円、 JR 利用の場合は1520円です。西日本 JR バスの蛇行線の方が圧倒的に優位です。なお蛇行線は連絡乗車券も利用できます。ということで本日はかつての鉄道計画線を走る西日本 JR バスの蛇行線の紹介でした。県境を越える路線バスは滋賀県でも数えるほどしかありませんが、蛇行線は今津、ひいては京都大阪方面と若狭方面を結ぶ最短ルートに組み込まれています。ぜひご乗車ください。ちなみに滋賀県内から県境を越えて福井県内に行くバスは他に湖北バスの深坂線があります。こちらもいつか乗車したいなと思っております。それではお別れです。皆様ごきげんよう。